最初に作ったものって一段のものだったじゃないですか。はいはい。で、シベリウスってバージョン管理ができるんですね。で最後にそのものだけちょっとご紹介したいと思うんですよ、はい、バージョン管理というとどういった概念なんですか。でまずレビューのバージョンの編集、ここでまず見てもらって、はい、18時開始時のものと現在のバージョンありますね、はい、現在のバージョンをこれ新規で作って、はい、まずはやって、まあ、このままでじゃあ分かりやすいようにちょっとだけ皆さんに見やすいように拡大だけしますね、はい、じゃあこれを、分かりやすい19時にしておきますね、はい、で OK をします。そうすると18時開始時のもの、はい、これを現在のバージョンにするってしますね、はい、そうするとで閉じるとさっきの状態になるんですよ。で19時のさっきの、このセミナーの開始時のものがこれですね。はい、はい、でもう一回バージョン編集で19時のものを現在のバージョンにすると、はい、ここにピアノが追加された状態だから、アレンジをいくつも、うんうんはい、メロディーは同じでアレンジをいくつも管理、はいしていきたいっていう時には、はい、これでいくつもありますし、はあ、あるところからいいと思って作業を進めてきたけど、うんうん、何時ぐらいの方が良かったな、うんうん、あの時に戻りたいっていうような時にはこのバージョン管理にやると、うんうんうん、全部が無駄なすることなく、うん、なるほど。要はバージョンっていうのがそのバリエーションというかその同じ曲なんですけどちょっとアレンジを変えましたみたいな、はい、まんまですけどバージョン違いをどんどんそうです作っていくってことですね。で、どれがどうだったっけ、どうバージョン違いなんだっけって分かりなくなっちゃいますね、はい、そういう場合は、このレビューの、まあ、バージョン編集って選びましたけど、はい、これ比較をします。ほう比較をして、ちょっとこう拡大させてください。小さくて見えないと思います。わーっとごめんなさい、失礼しましたこれでどうでしょうか。これで、例えばはい、あ、この2つを並べてみるぞっていうことですかね。止まっていると、はい、そうするとこのようにこれちょっと拡大しましょうかね。あ、文章で教えてくれるってことですか。そうなんですよ。なるほど。こんな感じに、まあこれ見て全てが把握できるかっていうとそうでもないんですけれど、でもあるのとないのはやっぱり大きな違いなんですよね。見た目的にもこうやって並べておいてくれてるんですよね。そうなんです。で文章でもここは違うぞっていうのを明確に出してくれてるということですね。ちなみに今のところと関係ないんですけれど、はい、この紙の好きです僕もこれ。あとこれでコーヒー染みのあるやつとかもあるじゃないですか。僕は個人的にコーヒー染みのものをよく使うんですけどね。面白いですよね。つまんない話かもしれないですけど使ってると結構そういうところって。あとテーブルもこう模様変えられるじゃないですか。そうなんですよ。これなんか紫のグラデで今なってますけど、僕はよく木目のテーブルのデスクトップを用意するのが結構自分の中で流行りだったりするんですよね。だからこれさっきでしたっけ、雑談とかしてる時に、ええ、これそういう絵はがきみたいなのを作ったらおしゃれだねとか、はい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 、だからそういうものの何ですかベースに使うのもやっぱり本当におしゃれだと思います。そうですよね。ちなみに僕もすぐこういうの変えたくなっちゃう人なんですぐに調べて変えたんですけど、ここら辺環境設定とかで確か変えられるんですよね。ここのテクスチャーっていうのがあるので、ここから変えてもらう感じですね。これ三橋さんそういうところ好きですよね。大好きですね。すぐにこういうの変えて上がりますね。やっぱりどこにあるかってすぐ言いませんもん。すぐ調べました。でなぜかっていうと、やっぱ僕も、まあ、辻さんもどうでミュージシャン、皆さん見てる皆さんもミュージシャンだと思うんですけど、はい、結構その画面に向かった時にモチベーションって大事じゃないですか、はい、やる気の起こるルックスみたいなのが結構必要だったりするんですよね、はいはい、なんかつまんない絵見てるよりかは自分では少しでもいいなと思う絵見てた方が想像力が出るというか、そういうところがあるのですぐにもこういうの調べちゃいますけどね、うん、はい、すいません脱線しちゃいましたけれども、まあそれぐらいやりたいことっていうのが自由度高くできる、そういうことですね。これもやっぱり現れてる、はい、